潜水艦の痛ましい事故が起こってしまったな。乗組員53名全員が死亡するという本当に悲しい事故だな。インドネシア海軍の潜水艦だよね。事故の詳しい原因はまだ解明されてないんだよね。水中で何らかの事故に遭いそのまま沈んだってことなのかな。潜水艦での海中での事故の恐怖なんて想像もつかないし、想像したくもないね。本当に恐ろしく悲惨な事故だよね。何でも事故後の船体は水深850メートルの深海に沈んでしまっているから、自国で船体を回収し詳しい事故原因を究明するのは難しいんだろうね。水深850メートル、これまた想像もつかない深さだね。そこから船体の回収なんてできるのかな。難しいことは確かだろうが、船体を回収しないことには詳しい事故原因がわからないからな。今後こんな悲惨な事故が起こらないように原因究明はしてほしいところだな。そうだね。それじゃあ今回は、このインドネシア海軍の潜水艦事故について詳しく見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。2014年4月、インドネシア海軍のチャクラ級潜水艦2番艦ナンガラ402が、突如、訓練潜航中に消息を絶ったんだ。それから3日後にインドネシア政府が乗員53名全員死亡の発表を公表したんだ。ナンガラ402が消息を絶ったのはバリ島とロンボク島間のロンボク海峡で、バリ島からは北方約95キロに位置する海域での事故だったんだ。インドネシア政府から事故が公表された時には、どこまで事故原因がわかってたんだろうな。未だに詳細な事故原因は明らかにされていないから、この時は事故が発生したことと、乗員が全て死亡したということぐらいしか公表されていなかったんだ。ただ、ナンガラ402は船体が水圧に耐えることができなくなり、悪化したという情報があり、船体が大きく3つに割れ、水深850メートルの海底に沈んだそうなんだ。船体が大きく3つに割れるってそんなことあるの？どうなんだろうね。潜水艦ごとに潜れる深度が決まってから、何もなく最大深度以上に潜るのは考えづらいから、潜水艦の船体自体に何らかの問題があったことも考えられるんじゃないかな。船体に異常があったのかを調べるにしても、船体は850メートルという深海だからね。インドネシア自国のみで船体を回収するのは難しいだろうね。周辺国からの援助を得ることが不可欠だと思うんだ。そのナンガラ402潜水艦がもともとインドネシアの開発建造した潜水艦なのか、もしも船体に何らかの異常があったとするなら、どこが製造したのか、の気になるところだな。確かにそうだね。ナンガラ402は前述のようにインドネシア海軍のチャクラ級潜水艦の2番艦なんだけど、当時西ドイツで1978年に建造された同国209型潜水艦の一種で1981年から、インドネシア海軍には就役していたんだ。就役から16年後には、2年の歳月をかけて近代化改修が行われて、さらに2010年に、韓国のテウ造船海洋の手によって改修を受けているんだ。この改修工事で、約250メートルの潜航深度になったそうなんだ。ちょっと待て、今気になる国の名前が出てきたんだが気のせいか。確かに出てきたね。お隣韓国の名前がさ、すごい反応するね。まあでも今回はお隣のことは置いておこうか。いや、だってよ、普通あの国に改修をお願いするか、なぜ日本に頼まなかったんだよ。言いたいことはわかる。でも今回は我慢してね。話戻るね。前述した通りナンガラ402は最大潜航深度は250メートルなんだけど、今回の沈没現場はこれを軽く3倍以上も上回る水深の海域なんだ。海外輸出用のよく目にする209型潜水艦の潜航深度500メートルさえも遥かに超える海域で、物理的な耐圧性能を超えていたんだ。周辺国のオーストラリアやインド、マレーシア、シンガポールなどの国も、今回の探索活動に協力していたんだけど、この時に世界で最も高い能力を有するアメリカは極めて軽い助力しかしなかったんだよね。あれ？いつもなら真っ先に率先して協力して力を見せつけるのがアメリカじゃないかよ。今回はどうしたんだ？珍しいな。どうだろうね。アメリカが積極的に動くことでインドネシア政府から不信感を持たれることを嫌ったんじゃないかな。インドネシア政府から正式な要請を行動することを政治的に判断したのかもしれないよね。でも、もう一つ周辺国で真っ先に動きそうな大きな国があるよね。そうなんだ。アメリカ側がなんとも微妙な動きをしている中で、中国が動いたんだよね。専用の艦艇を3隻派遣して、ナンガラの回収作業をインドネシア政府協力の上で、早い段階で行動を起こしたんだよ。マジか、なんか裏があるとしか思えねえ。
中国が他国と協力して3隻も船を出すなんて何かあるんじゃないの？まあでも、いくら中国でも深海850メートルから船体を回収するのは簡単じゃないよ。他にも潜水艦の回収作業の例があるから見てみよう。2000年に発生したロシア軍の原子力潜水艦クルスクは水深108メートルで、乗組員の遺体と船体の回収に1年以上かかってる。2017年のアルゼンチン海軍の潜水艦 S42 の場合は船体が900メートルほどの深海に沈んでいたため、回収作業は資金面や時間的な面、安全面を考慮した結果、回収作業は断念されたんだ。ロシアに関しては108メートルで1年以上。今回の頻度に近いアルゼンチンに関しては作業断念か。今回も難しそうだな。この例を見ても簡単じゃないのはわかるよね。実際、中国の艦艇がこれだけの難しい作業を行えるのか世界から注目が集まったんだ。しかし、その後インドネシア政府は回収の断念を発表したんだよね。やはり、どう考えても今回の事故現場は例のアルゼンチンの潜水艦の事故現場と変わらない。先ほど述べた資金、時間、安全面を考慮すればこれは妥当だと思うよ。インドネシア政府としては苦渋の決断だったろうね。今も船体と乗組員が冷たい海底に沈んだままだと思うと、胸が締め付けられるようだよ。そうだよな。乗組員の遺族も遺体がなければ弔うこともできないもんな。そうだね。乗組員のご冥福をお祈りします。インドネシア政府は今回の回収作業は諦めたんだけど、中国ではこのように報道されたんだ。南柄の回収作業に派遣された3隻の艦艇は各々が、最大で4500メートルの深度での作業が可能であると中国の協力があれば船体の回収は容易に行えたんだ。とね。いやいや、4500メートルって本当かよ。普通に考えてもよ。それだけ長いケーブルがあったとしても、その水深で稼働できる潜水艦か無人機が必要だろうよ。それだけの水深で回収作業が可能とは思えないぜ。本当に4500メートルで作業できるような艦艇なら、今回の850メートルなら余裕だったじゃん。さっさと回収してやればよかったのにね。今回、インドネシア政府が回収を断念したことで、中国の艦艇の本当の能力を測ることはできなかった。この艦艇の能力が本物なのかそれともハッタリだったのか知ることができないのは少し残念だね。インドネシアとしては、回収は行いたかったが今回の事故現場のロンボク海峡は軍事的にも、重要度が高い海域なので、中国の深い関与を嫌ったんじゃないかとも言われてるんだ。本当の中国の狙いはそれだ。回収作業という大義名分を掲げて重要海域に進出して、その海域の調査や、沈んだ潜水艦を回収した際に潜水艦の性能を把握しようとしたんだ。間違いないぜ。それもあっただろうね。インドネシア自体も排他的経済水域の漁業権の問題で中国とは対立してるから、中国の主導で作業を進めることで中国に優位に立たれたり仮を作るのも嫌だったんじゃないかな。やはり各国間で色々あるんだね。そんなことよりも、今後このような痛ましい事故が二度と起こらないことを願うよ。その通りだね。うん。本当にそうだな。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。